皆さんこんにちは、タイタラです。クレヨンしんちゃん、隅の町のシーローやりましょうか。はい、さて今日なんですけど、今目的が幻のギア探せ、これがね、7段変速ギアってやつを見つけなきゃいけない、隅の町では見たことないよって話なんですけど、そう、これとある場所にあるんですよ。そう、とある場所というのは土壌の中とかではなく、ちょ、これね、いろんなもんいるね、オッケーこれ自転車、これについてんだよ、確か。しのすけさん、私の台風号が気に入りました。ねえねえ、7段変速ギア欲しい、欲しい、ちょうだい。どうぞどうぞどうぞ、もう動かないし、処分に困ったんですよ。どうぞどうぞ持ってってください。あ、いいんだ、ありがとうございます。ありがとうございます。7段変速ギア、なんか電車でゴーみたいな感じの、電車のあれみたいだね。すごいな、もろたで。ユリオネーザーに持っていこう。すごい、初代リーダー健三、なんだこれ、このタイトルはね。え、昔の自転車が放置されているようだ。よし、では家まで帰ろうかな。カレー食べたい。僕のお店は気に入ってくれたかなって、いい加減にそろそろカレー食わせてほしいんだけどな。あと人参とトウモロコシが足りないんだけど、売ってない？人参とトウモロコシ。今日も元気だ。何も売ってないね。ちょっとちゃんと仕入れといてよ。頼むよ。それでいいかい？ナス。ナス譲ってくれ。やだよ。ねえ。ビリンゴ、あ、ビリンゴあげる。ビリンゴ全然いいよ。どうもありがとう。ねえ。塩辛トンボ。あ、いいよ、全然いいよ。ちょっと交換だけしとこう。クマバチってそんないるんだな。どうも。よし。自撮りってなんか必要だったっけ？俺。ちょっとね、すぐ忘れちゃうから。自撮り、あ、持ってるからいけるのか。夏江さんちの晩ご飯で、晩ご飯でなります今度。よし、ちょっと畑の様子見てから行こうかな。畑の様子見てからちょっとね、隅の町に行ってゆりお姉さんにこのギアを渡したいなと思います。畑そろそろ育って、全然育ってないな。土壌食ったおっちゃん、 お兄さん、まだか、仕事行けなくて困ったっす。あ、そっか、エレベーターが今壊れてる話してたな、そういや。おっと、坊主、行けないぜ、この先は。そう、だから今、中央エレベーター、この炭鉱の町なんですけど、隅の町。ね、炭鉱に行くためのやつが壊れてるんだよね。だから今、行けなくて困ってんだけど、みんな。いらっしゃい。よし。とりあえず、まずは、作ってやろう。土壌料理。何か作るかい？どうぞ。任せときな。よそいさん。土壌釣るのすげえ時間かかったんだよ、ほんとに。お客さんいっぱい増えるといいね。柳川丼、俺食べたことないかもしれない。土壌、みんな食べたことある？ふふい、ご注文の料理だった。うわ、ついに来た。これがあのニョロニョロ土壌っすか？いいっすね。うん、あれのいい香りが、え、嘘、すごく美味しそうっす。ガツガツ、むしゃむしゃ、バクバク、うまーい。土壌おいしい、ごちそうさま、土壌完食っす。何事も見かけて決めつけちゃいけない、土壌に教えられた気がするっす。感謝っす。今度堀田さんも誘って食堂食べに行くっすっていう。お金もらった、やったぜ。進むさんと土壌サブミッション達成。よかった、美味しかった、本当にね。仕事行かれへんけど飯枠ね、腹は減るもんな、人生何があっても腹は減るから、みんなも飯を食おう。ちょっと何ですか、今日食べたいものは。卵ってすべてがある卵料理だよ。卵料理ないんだよ。卵料理。ね、卵で閉じてる。もつも卵もドン。こうやって、いや、どう、これで、いい。卵閉じてるから、いい。いいじゃない、これで。卵入ってるし。土壌流行らせようぜ。ここで。怒られんのかな？一丁上がり。はい、やだか、どん。いや、美味しいでしょ。美味しいね。さすがだな。いや、でもなんもないのか。やっぱり、ダメっぽいね。あと、足りないのが、トウモロコシと人参。数日経ったらいけることでしょう。頑張りましょうか。さて、じゃあちょっとね、よし、ゆりお姉さんと言ったらクエスト進むんだけど、先に、ちょっと、掲示板やっちゃおうかな。ねえ、浮き彫り。ねえ、やばい。アラカンタンのかけら30個くれる。やばすぎるだろ。ねえ。ナマズ、すごいくれる。やばい。
メダカもホタルイシ。やばいやばい。しんちゃんすごい。金稼いでる。オイカは電気石くれる。めっちゃ持ってるよ俺。ナス持ってんの？ナス結構持ってんな。メノウか。ナス渡す？ナス。まあ、いっか。ナスも。また、育てたらいいもんな。ナスも。よし。では、渡しましょう。だいぶ鉱石も集まったね。ダダダン！変装クギア見つけたぞ！ありがとう。すごいでしょ。どうだ、イルペ治りそうだか。しんちゃんのおかげで治るんちゃうこれ。単純に壊れたわけじゃなさそうね。人の手が加えられてるみたいね。これ、徹夜なるかも。お肌の天敵ですよ、それは。大敵ですよ。これ、徹夜なるかも。ゆりちゃん、頑張って。もう、寝るか。あとはゆりぴに任せときゃいいな。どうする？修理は明日までかかる。今夜はオールナイトだよっていう。あ、初代リーダー。和子お姉さんからゲットしようってやつか。オッケー。じゃあ、これで今日一日のクエストが終わったっていうことなんだろうね、これで。ゆりぴに任しとこうぜっていう。よし。じゃあ、いいか。これで帰って、一晩過ごしましょうか。はい、夕方。おはようございまーす。夕方なってきたけど、よいしょ。ほんと夢の世界なんかな、あれって。モンシロチョウ。畑は成長してないよな。もう晩飯、うわ、2人で作業してる。かまどで炊いた秋田のお米は美味しいわ。秋田小町、かまどでご飯炊くなんてミサイさんも大したもんじゃ。炊飯器でさしか炊いたことないよ。炊飯器でもそんな炊いたことないのに俺ね。おばあちゃん、なんかクエストとかない？まだ。もうなんもない。おー、ギターとこのしんちゃんだからね、今日も元気いっぱいだからねーっていう。元気いっぱいです。まっすぐ橋、曲がらない橋とまっすぐ橋っていう風にいろんな橋があるぞ、ここはね。さあ、ちょっと飯時までまだちょっと釣りして、なんか新規の魚とかね、いないかどうかチェックだけしとこうかなと思います。お、もう飯だ。しんちゃん、もうご飯よ。こんなとこまで迎えに来てくれたんだ。ミサエ、ありがとな。今日の飯何？今日カレー食べたいな。お、お風呂シーンっぽいこれ。あ、あった映像は。たーちゃん、手品できる？お、なんだ突然。できるぞ、よく見てみろ。何？題して、海底火山。おい、平行いてるやろけ。くそ、俺はもうできるぞ。こらー。窓開けよう。くそ、ひまわりが一番被害をこぶってる。何してるの？なんか夜変わったイベントあんのかな？聞こえるだろう。ねえ、カエルの大合唱じゃ。ゲラ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 ってな。カエルがいる？すっげえいるな、カエル。そういえば、鳴きガエルの話は知っとるか？何、鳴きガエルって。焼きガエル？泣きガエルだよ。おらも、サンキじいさんから聞いたんじゃが、この村に伝わる昔話でな、子供と離れ離れになった親ガエルが、親ガエルをかわいそうに思った村人たちが一晩中、子ガエルの行方を探したそうじゃ。無事に再会できた親子ガエルは、それから毎日涙を流し続け、日照りで水が枯れた村を救ったんじゃ。へぇー。どうじゃ、しんのすけ、いい話じゃろ。カエルがいるのか。カエルの言葉は頭弱視だぞ。そうとも言う。確かに。子ガエルって何なんだ。確かにな。じいさん、あの出て帰るぞっていう。しんちゃん、実は頭いいかも。ちゃんと、幼稚園で習ってるのかな、おたまじゃくしとかは。ふい。ふい。カエルとかって多分でも、ちょっとわかるんだけどさ、なんか、村にさ、なんか台座があるじゃん。しんのすけ、こんなことがあったんだなっていう。なんか台座があったよね、どっかに。
上の畑のとことか滝のところとかにその台座がカエルのなんかがあるのかなと思ったんだけど、しんちゃん待っていいのとこなのってごめんなさい。カエル探しに行くか。ヒロカエル探しに行くぞ。あ、すごい。なりそう、もうすぐ明日には多分できてそう。これは激アツ展開来ました。皆さんお小遣い稼ぎます。さあお店には、あ、なんか弾いてるウクレレ。それ兄さん、ソラさん、いらっしゃい。ジノスケ君、夜はまた冷えるから風邪ひかないようにねっていう、え、どの曲が聴きたいっていう。旅する地球カレー、曲リクエストできるんだ。こうやって BGM 聴きながら、お客さんおらんから暇なん。いや、いい曲だなこれ。秋田の夕べ、あ、これ BGM これでかけたままぼーっとするタイプだ。いい感じでござる。結構落ち着くねこの曲。よいしょ、あ、陽気な感じ。おひねりあげるぞ。500円でいい？500円もあげたらお金なくなっちゃうわ。ありがとうお兄さん。ちょっと聞こえるんだね、ここの辺でも。ああ、ちょ、お兄さんところはね、ちょ、定義的にやっぱ来ようか。なんかちょいちょい変わるかもしれんからね。よし、もう多分釣りもね、ここの釣り死ぬほどやったんで、もう欲しい魚いないんで、多分ここにはね、もう今日は寝ようかなと思います。じゃ寝るか。待って、寝る前に眠くなりそう。いや、じゃあ眠くなるより先に布団に入る。えらいぞしんちゃん。というわけで、おやすみなさーい。つやり。おはようございます。眠ってー。朝どんな様子今日は。いただきます。あ、いいご飯。またいつものね、目玉焼きウィンナーね、プチトマトにレタス、美味しいです。しんのすけ、せましおじさん覚えてるか。野原せまし、野原なんですか。秋田一おけちなおじさん、なんかひろしの顔にそっくりな人だよね確か。そういえばお兄さんここにはまだ来てないわね。そのうち顔出すって言ってたぞ。せましってなんかアニメで俺1回ぐらいしか見たことないぐらいだけどね。えみんな見たことあるの、せまし、せましお、せまし兄さん。何してるの今日も。今日もリモート。ケツ出すねまた。ばあちゃん元気。ひまちゃんここの生活覚えてるかのって。よし、さあとりあえずみんな待て待て。あ、いる、顔同じやん。お、しんのすけ久しぶりだな。いや、父ちゃんの久しぶりすぎてわからん。何してんの。めちゃくちゃ説明してくれるしんちゃん。そう、ひろしの兄ちゃんです。おいおい、たまに会ったのにケチはないだろう。倹約家って言ってくれよ。ケチな人。こんにゃくか。こんにゃくが難しいな。倹約家、オラみたいに無駄遣いしない人のことだ。はあ、お前も財布の紐には気をつけろよ。財布くれるかもしれないこの人。せまし、せましおじさん。お、なんだお前。そう、やっぱ持ってねえのか。え、くれるの財布。持ってないぞ。ください。おいおい、それじゃ金持ちになれねえぞ。マジか。あ、じゃあこの財布お前にやるよ。ほら、いいよ人だ。財布めっちゃ可愛い。アクション仮面のこれくれるために買って用意してくれたやつやん。アクション仮面の財布、おじさん意外と太まま。すごい、一生で当たったレアものだ。大事に使って金持ちになるよ。これメルカリで売った方がいいんちゃうか。ブラジャー、財布代は出世払いでいいからよ。払うんかい。夢はでかく、財布もでかく、話すだけでミッションクリア。せばしおじさんいなくなったよ。え、財布っていくらまで入るんだこれ。ねえ、全然わからへん。目指せお金持ちって言われても
財布3000円まで持つことができるって書いてるわ。来た。お金が持てるようになったの嬉しいな。これは普通にミサエ遊んでてパパと会うことある？仕事順調なのかしらってね、どうなんだろうな、ヒロシ。これもういや、まだできないのか、収穫。まあ、収穫妊娠できないの出てるけどな、もう結構。食べたいよ、俺は。妊娠高すぎちゃうけど。トウモロコシは普通に好きなんだよな、俺。うまいよね、コーン。焼いたコーン、ガチでうまいよな。そんなことない苦手だよ、苦手だよな、コーンも。俺はナスが苦手だけど、やっぱ人間得意不得意がありますから、皆さんね。気にせず生きていきましょう。嫌いなものは嫌いでいい。嘘。好き嫌いでなく食べましょう。こう言っとかないと怒られます、僕が。ね、全国のお母さんに怒られますので。すいません。好き嫌いせずに皆さん全部食べましょう。ね、僕も食べます。ナス食べます、今度。手伝ってくれるのかい？任してください。ナスは嫌です。さて、あ、皮やつめ、よし。プリンスは唐辛子くれるって、やった。どうもあり、いいね。モンシロチョウ、それでいいかい？イエイ。ゲンゴローブナ、そしてタラの目、よし。さあクエスト、今日もがっつり終わらせた。クエストってどうなんだろう、今最近見てなかったけどさ、なんか実績的にはどうなんだろう。200匹捕まえる、王冠を30匹捕まえる、キノコとかいっぱい取る、ねえ、ガラクタいっぱい取るとか、結構あるな、野菜全種類。結構やっとるな、俺。ホタルを50回交換するぞとかも結構やってるね、俺。味噌のお客さんがたくさん増やしたらいけるとか。10回お風呂に入る、お風呂いっぱい入んなきゃいけない。すべての場所を踏破する、まだ行ってないんだ、俺、すべての場所。ねえ、ああ、そうか、行ってないもん。エレベーターの下行ってないもんな。ねえ。なるほどな。ちょっと、だいぶ、進んできたんで、このペースで頑張ろうと思います、とりあえず。とりあえず、今ね、お金、貯金箱、お姉さん、貯金箱にお金ください。ねえ。あなた、ちょっと見せて。いや、なんか増えたっけな、今回。魚かな、ちょっと。バッチリ記録し、あざす。右下、ミヤマカラスアゲハ、街中にも現れる黒くて大きな蝶だ。だって大体もう結構ニューはもうないんじゃないかなっていうぐらいには、俺だいぶ捕まえた気がするんだけど、いかがでしょうか。あ、まだいた。昔トンボ、1億5000年前の先祖の特徴を持つ生きた化石と呼ばれるトンボだっていう。すごい、トンボも捕まえてます。俺やるね。結構王冠ついてるの多いでしょ。カニとかザリガニ系はもう終わってるわ。なんだ。どうぞ。え、そんなくれんの？それは2000円もくれたで。いや、ごめん、ちょっと今貯金は。ほら、また声かけてください。貯金しときて、そのホタル。ちょ、お金が思ったよりももらって、俺焦った今。そんなくれるんだ、お姉さん。ありがとう。小学生にさ、2000円あげるお姉さんやばくない？マジで。俺、お姉さんからしかお金稼いでないからさ、5000円もらってんだよな、この夏で。お年玉ってレベルじゃねえぞ、これ、マジで。それで、なんか実績に物拾う系があったよね。だから、ちゃんと物拾いをしておくぞってやつ。はい。ではではでは、終わったかな、そろそろ。あ、終わってるっぽいか？これでよしっと。あ、終わった？徹夜作業。エレベーター直ったよ。おつ。おお、こいつ動くぞ。さすがユリッペ、大したもんだ。よし、みんな仕事さ行くぞ。労働の時間だ。頑張ってね、お仕事。ん？テレビが映ったぞ。なんだ？あ、変なおじさんだ。隅の町の将君、ダンシャーリさん。今日は新しい計画について諸君に説明する。やっぱ偉い人なんだよね、この人って。何なんだろうね、この人。手伝いのおじさん。お風呂でおならするのかな、この人も。隅
積みの魔事の最高責任者、無駄捨てる断捨離だ。断捨離めっちゃ部屋綺麗そう。最高責任者なんだ。代々治めてきた無駄捨てる家の新しい当主、はあ、治めてきた。やっぱ町長さんか、このこの町の世話になったもんだ。この町はアラカンタンによって支えられてきた。そうですね、アラカンタン。そのアラカンタンが今や枯渇し始め、町は存亡の危機に瀕している。結構やばいんだ。我が像が今さら言っても始まらねえ。炭鉱の町って結構やっぱ掘れなくなったら滅びるからな、やっぱ。え、なんかあんの。私はこの町を救うための美しい計画を準備している。何、美しい計画って。その名は、名は無駄ゼロパーフェクトタウン計画何、無駄ゼロリサイクルするってことか。いろいろ今日から町にはびこる無駄という無駄を徹底的に排除して、無駄スティールだから。以上だ。なんだ無駄を排除するって。無駄がゼロパーフェクトボディ計画。全身スベスベになりそう。脱毛するってこと。俺やったよ脱毛。俺ってこと。パーフェクトタウン計画よ。いや、訂正せんでも。いや、お姉さん何を始めるつもりだ。何するんだろうね、断捨離さん。スミちゃんが言ってた街が壊れそうな匂いってこのこと。わからない。でも良くないことが始まる。スミちゃんで何のためしんちゃん呼んだんだろうね。ほんとよくわかんないけどね。結局なんか起こりそうな気がするぞってやつ。あの演説、いや考えすぎかな。なんか良くないことが起こるよ。無駄ゼロタウン計画、嫌な響きだねえ。ダンボッちゃんも偉くなったもんだよ。仙台の頃はよく魚持っててたがな。小さい頃から魚嫌いで苦労したよ。あ、断捨離の話よ結構やっぱ昔からなんだ。無駄ゼロって何のことだ。エレベーターの後の思いの動きだ、ありがとう。いやいや、これから順にエレベーター使っていいからよ。炭鉱と補佐も行ってみたらいいよ。炭鉱行けるようになったってことか、これで。でも俺お風呂入りたいな、まず。で、言わなー、バリアー。ねえ、白い伝説のやつ。え、タービンとこが、タービン結構レアだから交換しとこうか、1個しかねえけど。ねえ、アラカンタもういらねえだろ。油ゼミ。いやー、翡翠の原石高えしな。ナブもいいよ、1個だけ。よし。結構もう掲示板で交換するの50個目標だったから結構終わってんじゃねえかな、そろそろ。夜来たな。よいしょ、お風呂入りたい。お風呂入れてほしいぞ。話聞けんだっけ、この中でいろいろとね。何聞けるかな、今回は。あ、ガンさんもいる。なんちゃらタウン計画ってあれどういうことですか。ねえ、お前のんきだな。無駄な飲食娯楽が全部禁止されるって、街中大騒ぎ。えぐっ。無駄ってどういう意味っすか。そうそう、俺も自力で調べたんだよ。役に立たないってことだよ。飯はいいだろう。どういうことっすか。わかんねえっす。手品師のおじさんに聞けばいいぞっていう。ダンシャーリーさんのところに直接聞きに行くってこと。どういうことって。ご飯食べちゃダメなの。ご飯は食べさせてよ。ねえ。そうだよね。ご飯食べたいよね、おばあちゃん。ねえ、親父にいらっしゃい。街の中はなんか騒がしいけど、うちのゆっこさん使っていくかっていう。使ります。使りばあさんです。ねえ、トロッコも多分できるのかな、そろそろ。そんな感じするよね。そう、店のお客さんは増えてないな。後かじき考えず大食いした日にってあるだろう。そんな俺の背徳感をそそる大盛りの料理を持ってきてくれ。うんうん、大盛りの料理ねえ。え、これだったら、もつ焼きじゃないの、これ。ドン。ドン、ドン。ちょっと待ってな。これ一番ボリュームあるやろ、絶対。俺も食いてえもん。なんか、これちゃんとしたやつやったら、多分、もらえるんだろうね、なんか、アイテム。お金とか。もらえてないんだよね、全1回目ぐらいしか。大当たりだ、これだよ、これが食いたかったんだ。あ、いいの、これで。あ、これ食いたかったんだ、だけなんだ、これ。何もくれないじゃん。悲しい。さて、エレベーター使えるようになったわけなんですけど、それ以外のところ、
ここの手、下のね、ところ行けるやったかちょっと確認してみようかな。あらかんだ、めっちゃあるじゃん。行けないの、こっちはまだ。おっと、坊主は行けないぜ。あ、こっちは行けないんだ。エレベーターだけだで行けるのは。あ、じゃ、あ、シロどうした？今日ここまでにしましょうって話しようとしたとか言って今、シロ。まだやめてほしくないのか、シロ。しょうがないなぁ、深刻感。今日ここまでです。はい。というわけで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。おつぱやです。さあ、次回は次、エレベーター降りて、進めていきましょう。このね、無駄ゼロパーフェクトタウン計画って一体何なんでしょうか。次回それがきっと明らかになる。で、人参とうもろこしとかもそろそろね、出てくると思うので、このサブクエストも一気に進むことでしょう。頑張ります。はい。それではまた次の動画で、タイタラでした。おつぱいや。